皆様、こんばんは。2021年3月の30日ボギーチャンネル。私一歳のボギーテドコンでございます。まあ、今日の南の島、えー、晴れたり曇ったり、えー、さりげなくね、雨が降ってきたりということでございまして、晴れ時々曇り、後にわか雨というね、すべてが当てはまる、 え、天気だったかなと思っております。え、今日もお仕事でね、あちこち、ジタバタ、ドタバタで歩きまして、え、非常に、げんなり気味の私でございますが、さてさて、今日もしっかりと、お送りしていきたいと思っております。さて、え、これはですね、あの、沖縄の那覇にあります、え、自衛隊基地の中にある、鎮魂というね、 いいわゆる鎮魂碑でございますえ自衛隊基地の中に「え鎮魂」っていうと何があったんですかというふうにやっぱり皆さん思うと思いますけど実は15年前沖縄ではねこういったことが起きたんですよね、まあ、当時、まあ、第一混成団第101飛行隊の CH47 CH47 といいますとチヌークですね今でも飛んでおります米軍ではこれをもう全部代替、はい、しましてオスプレイになっていますけど自衛隊ではね米軍がもう使わなくなった CH47 をずっと大事に使っておりますさてこの CH47、えー、実は休艦輸送とかにも用い、えー、られているんですよね それがあの沖縄の那覇の基地から徳之島の方にえこの旧館輸送のために向かっている時にえ墜落をし殉職事故が起きた日ということでえございます。さてこれがその説明版でございますけどえこの日ねあの緊急患者空輸が。 徳之島とそして南の方からもあったということでございましてこの徳之島の方に向かっている CH47 がその悪天候の中この山の方にね衝突しまして乗っていた隊員の方そして医師の方も全員がお亡くなりになったということでございましていや本当に。 あの時ね、えー、沖縄でもニュースとして流れましたけど沖縄のメディア全然そのお悔やみの言葉とか言わなかったことを今でも私思っておりますよ、まあ、この沖縄のね、えー、自衛隊基地に掲げられています緊急患者空輸の掲示板実はねあのー、あれ先日私見に行った時に壊れているんですよね何が壊れてるかというと 何らかの事情があってか、えー、この緊急患者空輸と不発弾処理の掲示板のガラス戸が割れてですね、はい、なぜ割れたかわかりません。割れたまんま、もうずっとそのまんま運用しています。ガラスが割れたまんまね。で、ね、中にもやっぱりガラスはめてないもんですから雨水が吹き込んだり、 ゴミが入ったりとかしていてそれ見た時にもうガラス戸一つやはり交換する予算を捻出するのも大変なんだろうなっていうことで非常に私ね心苦しくなりました、まあ、だから近いうちにみんなでねこの、えー、緊急患者空輸と不発弾処理のこのガラス板、えー、みんなでね寄贈しようかなというふうに思っています今度写真載っけますんでね みんなでちょっと相談したいなというふうに思います。で、あと自衛隊の広報の方にね、えー、この話をして、向こう側の、ぜひ、あの、お願いをしたいっていうことであればね、みんなでちょっとこれ、はい、ボギーチャンネルのね、戦有一同っていうことで、修復してあげてもいいんじゃないかっていうふうに私思っています。まあ、このようにね、日々、 沖縄県民の命を救うためにね飛び立ちそしてこうして中には殉職される人もいるんですよね、まあ、そういう頑張ってる自衛隊のね掲示板が壊れたまんまそのまんま何ヶ月も置かれてるっていうのはちょっとね私あまりにもちょっと悲しすぎるなと、まあ、これ今度広報の方とちょっと話してみますんで。 これぜひ、あの、ボギーチャンネル、ね、あの、戦友一同ということで、まあ、皆さん一人一人が、このボギーチャンネルのスタッフですからね、はい、ボギーチャンネルスタッフ一同っていうことで、あの、ガラス戸、新しいの修復してあげてもいいかな、まあ、今度写真載っけますんで、 ままたみんななで、ね、考えてていいこうかなというかとに、ね、思っておりますしかし本当に15年前ねこうしてあのお亡くなりになったっていうのがね、まあ、沖縄の革新系の人たちも全然お悔やみ言わなかったし本来であればやはりねあの県の方で、えー、県民葬やってもいいんじゃないかというふうに私思っていたんですけど体内層っていうことで。 ひっそりと基地内で、ね、あの体内葬が行われたっていうことでありましてまあほにもっともっとねこういうふうに頑張ってる人たちっていうのは表に出してもいいしもっと多くの人たちが感謝の気持ちを込めるそしてこういった事故があった時にはみんなでお悔やみをするっていうのをやっていいと思いますけど沖縄のメディアはこういったことはもう全然ね報道しようとしませんしね ましてや、お悔やみの言葉をね、かけるということもない。そうですね、ラプテンさん、私もそう思います。ね、防衛大臣か、その経験者が出席してもいいんじゃないですかね。ねこうして、人の命を救うために飛び立ち、ね、そして医師もね、一緒になって、やっぱり殉職されてるわけですから、こういった方々のやっぱり葬儀には、 それなりの方々が来てねやはり最大限の敬意を払うべきではないんじゃないですかねはいいや本当にね桜チェリーブラッサムさん県民のために頑張ってるのにねそういったのもなかったっていうのが非常に残念でございます、まあ、自衛隊のねこの掲示板につきましてはまた写真の方皆さんに今度ねあのお見せしますし、えー、あと 自衛隊の方にちょっと問い合わせして実際それが可能かどうかねあの聞いてこようかなと思ってますんであの是非またその時にはみんなでね協力してあのどうにか直してあげたいですよね。まあ自衛隊の方々、えー、その車両もねエアコン直すお金がなくて。 このクソ暑い沖縄でエアコンなしで走ってる車もあるって言ってましたんで、もうそういうの聞くと本当に涙が出そうなんですよね。どうでもいいような県民投票とかね、反基地裁判とかにはジャブジャブとお金が投下されるのに、こういうふうに県土と県民を守っている自衛隊の方々が、えー、置き去りにされ辛い思いをしている、そして報われることもない、知られることもない。 えー、こういったのがあっていいんでしょうかさて、えー、続きまして、えー、辺野古の話題をね言ってみたいと思いますさて辺野古現在ね、まあ、埋め立てがどのぐらい進んでるかっていうのがわかる写真を、まあ、入手いたしました、まあ、毎日のように半吉活動家らがね邪魔をしまくっていますから、まあ、工事というのは全然進んでいないんだろうと思ってるかもしれませんが このぐらい進んでおりますトン。はい、セイラさん、こんばんはんこでございます。はい、これ NHK のヘリのカメラから撮った辺野古の埋め立て地の現在ということでございまして、えー、かなりね、もう埋め立ての方進んでいますよ。ね。あの、護岸の方もきちんと作られておりまして、中にはもう、えー、土砂のね、 飛散を防ぐための芝生までね、あの、できています。まあそういうところも完全に点、えー、圧もしてね、あの、強度が流れないように、えー、芝生の種をね、巻いたところだと思います。はい。こういう感じでどん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 進んでいます。で、これを見る限り周辺の海のね、えー、おクっていうのはあまり見られない。 まあ実際見に行かないとわからないと思いますけど見られないです、まあ、この他に、えー、もう少しねあのこの写真で言うと上の方、まあ、北側に埋め立てを広げてそこにまあ港を作るというのがまだ残っていると思うんですが結構埋め立ての方はねこういう感じでどん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 進んでおりますサトシさん晴れた日だと本当に綺麗な海が見えると思いますよ はいさんさスプレー塗装の可能性そうですね沖縄では緑色のスプレーのようなもので塗装みたいにして塗るんですよ。するとそこからしばらくすると芝生がねモコ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 生えてくるんですよね。これ結構沖縄ののり面とかでよくやられています。ただもう塗装だけではなくそれに種が含まれてるみたいでしっかりと芝生がねふわふわした芝生が生えてきます。多分 それじゃないのかななんてね思っておりますがまあこれだけのね埋め立てもう基本的にこの県内の土砂をね利用しているということでございますさて県内の土砂につきまして今日はお話をさせていただきますこれでございますトンこれは沖縄タイムスの3月7日の記事 なんですけどこの沖縄船遺骨収集ボランティアの代表の具志堅さんが言った言葉でございます石灰岩は雨水の浸食によって下に隙間ができる下の部分に遺骨がないとは言えないこれ実は何を言ったかと言いますと南部の土砂をね この辺野古の埋め立てに使うかもしれないっていう、まあ、可能性の話の際業者が使うとしても「えー、氷土は使えませんと」とその氷土の下の石灰岩を使うんでそこにご遺骨はございませんというふうに言ったことに対して今度は石灰岩が雨水の浸食によって下に隙間ができる下の部分にご遺骨がないとは言えないと言って。 ジェッシーさん、その通りでございます。もう完全に難癖。いやー、もう本当にね、具志堅さん、見損ないました。正直言って。ここまで地に落ちたかですよ。だってね、この具志堅さんに言わしてみたら、本当に砂粒なのか、うコツなのか、ね、顕微鏡を使ってうんんなんていう話なんですけど、そんなこと言ってたらね、はい、あ、 キューピーさん、どうもありがとうございます。えー、クラッカーいただきました。パーンと言ってね、ちょっと陽気な気分になります。はい。新玉さん、毒クラはらまでもということでございまして。いやー、これね、うん、石灰岩。あの、不思さんって、ご遺骨をね、砂粒単位まで全て収骨したいのかなって。 というふうに私とってもね今思いました、終骨し,したいというのであればですね、終骨したいのであれば、なんで辺野古の時だけなんですかと。沖縄には、例えば、南で言えばですね、糸満の西崎、そして富城の豊崎、そして那覇は、えー、アジャ はい、アジアですね、裏添は入島、宜野湾市も埋め立てして、宜野湾の港ができております。はい、そして茶谷町もね、埋め立てをして作っております。えー、特に、このね、日本で行きたいところの、えー、トップになっているという茶谷町のアメリカンビリッジやデポ・アイランドも埋め立て地でございますよ。さあ。 そういったところにね使った土砂っていうのをその中にご遺骨が入ってるかもしれないんですけどそれには何も言わないでこの南部のね、えー、ことだけにここまでやっぱり言い切るいやーしかしねこんなこと言えば言うほど沖縄県民みんなバカじゃねえかと思ってね彼から引いていくと思いますよ。だって ご遺骨がいっぱいあったっていうことは沖縄県民、特に私たち年代っていうのはみんな知っているんですよ。だって遊んでいたらね、ご遺骨ゴロゴロ出てきたりしたんですよ。ね、大きなものも出てきました、ね。砕けたものもありましたよ。ね、どころもありましたよ。怖かったですよ、やっぱり。でもね、そういうふうに形が残ってるのはまだ幸い。形が残らないぐらい粉々になってしまった。 人たちのご遺骨今目玉薬さん書いています骨もそのうち溶けてカルシウムとして土に変ると言ってます実は戦後あの畑をやってる人たちの話なんですけど、おじいの話だったんですけど芋を植えてねその芋が異常にかずらこの芋の葉っぱが、ね、異常に茂るところがあったらしいですそこを掘ると必ずご遺骨が あったったた言ってましたね、はい、畑の中で、えー、芋の葉っぱが異常に茂るところ、ね、そこはもう必ず、えー、ご遺骨が埋まっていたというふうに言ってました。ということは沖縄ではねどこにでもやっぱあったということですしあの粉々になったご遺骨っていうのも無数にねやっぱり何,何千名。 何万人ってある可能性もあるわけなんです。ね、そういったのはあの本当に目玉焼きさん書いてるうちに、えー、どん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 この沖縄のね、えー、雨やね太陽にさらされてどんどんやはり小さく細かくなっていって最後はカルシウムとして土に帰っていくということでございましていやーしかし本当にね そういったところのことは何にも言わずに、この辺野古の埋め立てに使うかもしれないというところだけに、ここまで粘着するこの姿、本当にみっともないとしか言いようがございません。もし、このね、具志堅さんが言うように、あの、下の部分にご遺骨がないとは言えないとなった場合、奈良市にあります、ね、奈良市にありますシュガーローフ、 これはあのちょうどね、日銀沖縄支店のすぐ近く、DFS 沖縄の斜め向かいに小高い丘があるんですよ。そこってね、沖縄の最大の激戦地と言われてるところでございます。牛検堅さんもそこで集骨活動しましたよ。でもこの山をね、削って、ね、石灰岩が、ね、雨水の浸食によって下にご遺骨があるかもしれないと言って、この 山を削ってまでご遺骨の捜作してないんですけど、なぜ辺野古の時だけなんでしょうかね。まあ本当にこの発言、石灰岩は雨水の浸食によって下に隙間ができる。下の部分にご遺骨がないとは言えない。うん、ないとは言えないかもしれない。でもね、それを言ったら沖縄中、 今立ってるお家やね、はい、それが学校、公共施設、道路、すべてひっぺ返してですね、土をね、ふるいにかけて、ルーペでね、本当に一つ一つ、ご遺骨をね、最後の一片まで探し出さないと、何も作れないっていうことになりますよ。なぜ、辺野古の時だけ、なんでしょうか ね、私が住んでるところも、ね、激戦地ですよ。で私が、ね、生まれ育った争いのヤフソは、えー、米軍がですねこの前田高地の日本軍を攻撃するためにカノン砲をね置いたところでありましてあの辺り掘り返したらたくさんの米軍の薬莢がゴロ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 ,ゴロ出てきましたよ。ね、その一発一発発がもしかすると ね、日本の兵隊さんの命を奪ったかもしれない、ね、そういったのがいっぱい出てきたんですなのにそういったところには何一つ言及せず辺野古というキーワードにだけ過敏に反応しこのように難癖のようにね石灰岩が雨水で溶けてね隙間ができたその中にご遺骨がないとは言えないともうね もう沖縄県民本当に、げんなりしてると思いますよ、ね。私も本当にこれ見てね、もうここまで来たらもう呆れてものが言えない、本当にこれで大丈夫なのかと、そもそもメディアもね、これ、おかしいと思わないんですかね、メディアも。 私思いますよ。本来であればメディアがこれおかしい。ね、絶対これおかしいだろうと。メディアが言うべきだと思いますけど、なぜメディアこれおかしいと言わないんですかね。本当だったらおかしい。おかしいと私があったら言いますよ。最初はね、ジュゴンが、ね、ジュゴンが、ジュゴンが、ジュゴンが、次は ジュゴンの食べるアマモガーになって、次、サンゴガーになって、次、ウミガメガーになって、次はヤドカリガーになって、次は昆虫ガーになって、ね、そして、軟弱地盤ガーになって、沖縄高専ガーになって、とうとう、ご遺骨ガーですよ、皆さん。 もうガーガー、ガーガー、ガーガー。本当にね、気に食わないものにみんな食いつくアリゲーターガーじゃありますしね、本当にこの人たちの拙僧のなさというのは、本当に嘆かわしい。ね、具志堅さん、あのー、私あなたのことをね、尊敬してるんですけど、左についたらおかしくなるからね、もう独立した方がいいですよ、というふうに言いたいと思います。 さて、まあ今日はね、あの皆さんに最初にお見せしたように、えー、この15年前、この自衛隊の、はい、陸上自衛隊の緊急患者空輸の隊員と、そのヘリに同乗していた医師が、奄、え、美、ー、大島で殉職された日なんですよね。まあ淡々と私たちは毎週、えー、この緊急患者空輸と不発弾処理の数字をね、読み上げていますけど、その裏で、 えー、この人の命を救うために、えー、事故で殉職された自衛官の方々が、えー、いるということをぜひ皆様にも知っていただきたいですしそういった人たちが積み上げてきた、えー、掲示板がねガラスが割れたまんまそのまんまねあの雨ざらしになってるっていうことをね、えー、皆さんにもちょっと分かっていただきたいと思っております、まあ、この件につきましては自衛隊の広報と話をしてですね あの不安のうまい、えー、有志一同よりということでねあのプレゼントできたらいいかななんてね思ってますけどその時はぜひ皆さんあの10円でもね20円でも協力していただければいいかなと思いますそして協力していただいた全員の,、ね、あの住所と名前書いて、まあ、自衛隊の方に届けようかなとこれだけの人たちがね 協力してててくくれたたんんであのぜひまた皆ささ覚えておいてくださいだということでね。はい。ということでね、えー、今日の放送、これで終了させていただきます。えー、皆様本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしたいと思います。ごきげんよう。